ありがとうございます。本日ご紹介しますのは、ホンダ CBX400F。こちらね、2型モデルとなります。そしてですね、なんと、車検証、唯別型式枠内ということでですね、当時のオリジナルの状態、フルノーマル状態という車両になります。そして走行距離900キロ、非常にですね、貴重な車両となります。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずヒットランプですね、こちらもね当時の、状態のままですね、大きなねレンズ割れ、そしてメッキ部分のサビ腐食ね、そういったところももちろんございません。メーターカバー、こちらもですね、当時のままです。大きなね、カバー割れ、そういったものも特段ございませんね。はい、ウインカーです。こちらもね、レンズ割れ、そういったものも特段見受けられません。はい、そしてフロントオークです。大きなねオイルにじみ、そういったものも見受けられませんね。天サビや白サビ、こちらね、とてもね少ない状態にはなっております。はい、フロントフェンダーですね、こちら大きなね塗装剥がれ、フェンダー割れ曲がり、そういったものもねございません。はい、そしてね足回りです。はい、ホイールですね、大きなガリ傷や曲がり、もちろんございませんね。そしてですね、インボードディスクになっております。こちらもね、大きなね、ブレーキ固着、そういったものも特段ございません。はい、そしてね、エンジンです。ご覧ください。はい、とてもですね、綺麗な状態保ってます。ヘッドからのオイルにじみ、キャブレターからのガソリン漏れね、そういったものも特段ございません。ポイントカバーやね、クランクケース、こういったところもね、オリジナル状態のままです。そしてね、この車両の特徴です。フロントマフラーですね。ご覧ください。このね、4本のマフラーが交差する、こちら綺麗なね、形状となっております。はい、ステップですね、オリジナルのステップとなります。転倒による大きな、ね、曲がり、削れる事情もございませんね。はい、サイドカバー CBX400F の、ね、ロゴがしっかりと入っております。はい、リア足回りですね、フロント同様ホイールね、大きな、ね、ガリ傷曲がり、そういったものございませんね。はい、リアの、ね、ブレーキも、ね、インボードとなっております。はい、そして、ね、リア回りです。ダブルダッシュの、オリジナルマフラーとなります。はい、そしてね、リア前ですね、フェンダー付きの状態です。はい、レンズもね、オリジナルレンズとなります。今ね、フェンダーレス多いですからね、非常にね、希少だと思います。シートです。はい、オリジナルシートですね、大きな破れ切れもちろんございませんね。はい、そしてタンクです。ご覧ください、2型のカラーですね、もちろん転倒によるね、大きなへこみ傷、そういったものも見受けられません。はい、そしてね、タンク内ですね、ご紹介いたします。はい、タンク内です。はい、大きなサビ腐食ね、出ておりませんね。はい、そしてですね、メーターご覧ください。実装工のメーターとなります。はい、そしてですね、鍵もね、こちら、当時のオリジナル状態のもの、2本あります。はい、で、こちらの車両はですね、エンジン始動、割愛をさせていただきたいと思います。はい、1986年のね、F です。取扱対象、そうですね、整備手帳、車載工、そちらも揃っております。ぜひお探しの方、問い合わせをしております。